パウル・ベーバーはドイツの画家である、ダルムシュタットで生まれた。父親のヨハンダニエル・ベーバーは、ヘッセン大公国の宮廷音楽家であった。幼い頃から、王宮の狩り場などで絵を描いて過ごし、13歳から両親の知り合いのダルムシュタットの画家、アウグストルーカスから絵を学び、兵士の肖像画を描いて、小遣いを稼いだ。1842年から1844年まで、 フランクフルトの美術学校でヤーコブ・ベッカーに学び友人となったアントン・ブルガーと共にミュンヘンに移りミュンヘン美術院で学んだ。1846年にバイエルン王国の摂政ルイトポルト・フォン・バイエルンが東地中海への航海を行った時随行絵師としてコンスタンティノープルや中東ギリシャ、シシリーを訪れた。1848年までミュンヘンで学んだ後 アントウェルペン王立芸術学院でフスタフ・ワッペルスやダイクマンにも学んだ。1849年にアメリカ合衆国に渡り、オハイオ州のハミルトンから同僚のケーラーとアメリカ各地を写生旅行した。1854年からフィラデルフィアに住み、画家として知られるようになり、フィラデルフィアの裕福な市民や美術館がベイバーの作品を購入した。 ペンシルベニア美術アカデミーで教えるようになり、ベエバーの教えた学生には、ウィリアム・スタンレー・ヘーゼル・タインや、エドワード・モラン、エドワード・ラムソン、ヘンリー、ウィリアム・トロスト・リッチャーズらがいる。アメリカでの経済的成功にもかかわらず、ヨーロッパに戻ることを考え始め、1855年に、ヘーゼル・タインとパリア・デュッセルドルフを訪れ、フィラデルフィアに戻った。 1861年にスコットランドとパリを経由してダルムシュタットに戻った。ダルムシュタットではヘッセン対抗ヒアリスに絵を教え、義理の息子となったレートや風景画家のオイゲンブラヒトと写生旅行を行った。アドルフ・シュライアーと共にしばしばパリを訪れ、ホルシュタイン広告生まれで1859年からバルビゾンで活動していた画家のトイデ・グレンダント、 シュード・グランランドと親しくなり、ジャン・フランソワ・ミレイや、シャルル・ジャックラのバルビゾン派の画家を紹介された。1872年からミュンヘンに住むようになった。生涯を通じて、ニューヨークのナショナル・アカデミー・オブ・デザインの展覧会や、ボストン・アシニアムの展覧会への出展も行い、アメリカを訪れた。ありがとうございます。